エリゼ宮殿は、パリ市内にある宮殿であり、現在のフランス共和国大統領官邸である。エリゼグルトも、名前は、ギリシア神話のエールシオンにちなむ。1718年、フランスの貴族エブルー伯爵、ルイアン・リドラ・トゥール・ドーベルニュのために建てられた宮殿で、その後、ルイ15世の公焼け目かけとして知られる、ポンパドゥール夫人や、ナポレオンの皇后、ジョゼフィーヌ、 ナポレオンの元帥の一人だったジョアシャン・ミューラ、復興制の国王シャルル10世のジナンベリー公、シャルル・フェルギナンダが住まいにしていたこともある。また、1815年、ワーテルローの戦いに敗れたナポレオンは、エリゼ宮殿で二度目の退位書に署名した。大統領官邸として使用されたのは1873年からで、エリゼ宮殿を官邸とする大統領は、 エマニュエル・マクロンで23人目である。フランス国家憲兵隊、所属フランス共和国新衛隊の衛兵によって、厳重な警備体制が敷かれている。宮殿内部は特定の参観日以外見学できない。宮殿脇のエリゼ通りから庭園を鉄格子越しに見ることができる。エリゼ宮の西隣には、フランスの迎賓館として用いられる高官ホテルド・マリニーがある。 ありがとうございます。